はい、どうも、はじめまして、先端恐怖症と申します。今回は、改めて動画をちょっと撮ってるんですけど、アマンガスの配信者友達を募集中ですということで、配信者さん、実況者さん、YouTuber さん、VTuber さん、まあね、いろいろ活動されてらっしゃる方多いと思いますが、配信で、一緒に遊んでくださる方を募集してます。なんで動画撮ったかって言いますと、ツイッターをね、で一応募集ね、こんな感じで募集したんですけど、まあ、ツイッターやってない方も世の中にはいらっしゃるようなので、はい、都市伝説だと思ってたんですけど、実はツイッターやってない人って結構多いっぽくて、視聴者さんの中でもね、結構半々ぐらいかなって感じの時もありますからね、聞いた。感じで今日はね、撮ってみました。はい。で、まあ、怖いと思われがちで、こちらから声かけが難しい、ということで、怖くないよってことで、ね、もっと、ちょ、明るくね。はい、どうも皆さん、今日はですね、アマンガスのお友達を募集したいと思いまーす。イェーイ、わーわー、お友達募集、イェーイみたいな感じで、はい。なんかね、まあ、怖いですかね。怖くないよってことでね。声に抑揚がなかったりするんで、ね、怖いって思われがちで、結構ね、その、元々の、そのお友達さんとかに結構ね、こう、声かけたりするとね、やっぱすごい迷惑かけそうだからやめとくとか、ガチじゃないからちょっとやめとこうかなみたいな感じで結構言われるので、まあ、なんか声かけていただいた方が、なんか、あ、じゃあ今度やりましょうみたいな感じで行きやすい。こっちから声をかけるよりも、声かけていただいた方が、あ、とりあえずは、入る意思があるんだなというか一緒にやっても大丈夫なんだなというのがすごい分かりやすいので、お声かけいただければ嬉しいなと思います。恐縮なんですけど、DM ですねをいただければと思います。はい。で、今回ねツイッターやってない方にも向けて動画撮ったので、メールですかね、メールをちょっと、メールアドレスを概要欄に書いておきますので、こちらの方に、まあ、ツイッターやってない方とかはまあ、お気軽に。ちょっとメールだとね、送りづらいかもしれないんですけど、なんかいい方法ありますかね。ディスコードは多分もっとやってる人少ないだろうし、インスタのね、一応インスタもやってるんですけど、さあ、ちょっと DM の開き方がちょっとわかんないっていうね、感じなんで、まあ、なんか、うまいことやっていただければと思います。まあ、Twitter を一時的に作っていただいて、DM 送っていただいて、でも構いませんが、ちょっと証明が難しいですかね。本人確認とか難しいかもしれないので、難しいかもしれませんが、はい。感じで。まあなんか、下にも書いてますけど、まあ特にガッチガチで僕別にやりたいわけではありません。はい。実力とか経験値関係なくいろんな方とやってみたいですって感じで。一応ね、動画とか配信とかのタイトルで、人狼三千戦経験者って感じで書いてるんで、なんかね、怖いって思われがちだとは思うんですけど、僕自身は、まあ、いつも、ね、やってる方々は、まあ、個人的にはですけど、エンターテインメントを重視してくださる方、一緒に、配信しててもストレスフリーで、やってくださる方に、まあ、お声掛けして、いつも人数集めしてるんですけど、まあ、そんな感じでなんか、もうバッチバチのガッチガチでやりたいってわけではないですね。まあ、配信時とかもちょっと言ってるんですけど、ね、全員ね、アマンガスのプロゲーマーで世界大会を目指してるみたいな感じでやってるわけではありませんので、まあ、あくまで、まあ、勝ち負けは二の次。で、まあ、エンターテインメントに、ね、勝っても負けてもエンターテインメントにね、結構消化してくださる方のね、ご一緒できたらなって感じで、まあ、見ててもね、すごくこう、なんていうか、ストレスフリーで割と見れてる、くださってるね、参加者の皆さんとね、まあ、視聴者の皆さんのご協力のおかげで、まあ、比較的、快適に見れてるんじゃないかなっていうふうに思います。何が言いたいかっていうと、僕は別にそんなガチガチでやりたいわけではないんですよね。まあ、周りお強い方がね、多いんで、
どうしてもね、こう、議論とかがね、うまい。もともと人狼のね、系のゲームをやってって、まあ、周りにね、結果的に議論がね、お強い方々が集まっているので、そういう形になってはいるんですけど。はい、そんな感じで。まあ、そうですね。人数が足りない時とかに呼んでいただいたりとか、あとは、まあ、いつもね、よくやっている方々の中に入っていただく形も構いませんし、あるいはもう改めて、ね、こう、メンバーを集めてスケジュールを組んでとか、でも全然構いませんので、はい、まあ、結構お気軽に、やろうぜ、おい、みたいな感じで声かけていただければ幸いです。うん。まあ、経験数が、まあ、比較的多分多い方にはなってしまうと思いますので、まあ、初心者の方とか経験者が少ない方がいる場合は、まあ、出力低めで、はい、最大限配慮しますって形で、まあそうですね、難しいところではあるんですけど、まあ基本的には全員が楽しめるようにうまいことできたらなっていうふうに思ってるので、ぜひぜひなんか迷惑かけちゃうかもしれないとか思わずに、まあ、本当になんか交流のツールぐらいに思っていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。感じですね、はい。で、すべてにね、ちょっと返信できない場合がありますので、よろしくお願いします。Twitter DM か、とりあえずメールですかね。DM の方で、メール、ダイレクト、メッセージ的な感じで送っていただければと思います。あとは、ちょっとね、返信できない場合がありますし、なかなかこう手がねちょっと回らない場合がありますので、そこだけねご了承いただければと思います。なんかですかね。あとマップなんかよくね聞かれるんですけど、基本的には経験数が少ない方がいるときとか、まあ、初氷の人が多いときとかは、この左下のちょっと、ね、ごめんなさい、ちょっと配信画面そのまま使ってるんですけど、ポーラスだけあればやっていこうかなというふうに思ってます。こちらですね、マップを全部把握してないからちょっと一緒にやると迷惑かかっちゃうとか、そういうのは思わなくて大丈夫です。ですかね。はい。まあ、なんか気軽にね、本当できればなと思いますので。ワンガースでね、なんかやっぱね、いろんな方々と交流できて、あとお久しぶりな方と交流できたりもしてるんで、すごいね、偉大ですね、ワンガースね。神ゲーということで、よろしくお願いします。あれかな。ツイッターが、まあ一番、まあ多分、売りやすいかな、比較的。思うんで、ツイッターが一番いいかなとは思うんですけど。はい。まあ、ぜひぜひ、お気軽によろしくお願いします。って感じで、まあ、動画だけしか見ない方は、ぜひ、これを機によろしくお願いいたします。そんな感じで、はい、ぜひぜひ待ってまーす。お疲れ様でーす。バイ。おつおつ。